考実験として想像してみましょう。食事は村にある養魚地の魚を頼りにする小さな村に住んでいます。その池を他の3人の村人と共有します。12匹の魚から始まって魚が繁殖します。毎晩2匹ごとに1匹の小魚が増えます。では食料の供給を最大にするためには1日何匹の魚を捕まえればよいでしょうか。少し考えてみてください。小魚もすぐに大きく成長して池はいっぱいになると仮定し、取る魚の性別は無視するとしましょう。答えは1匹です。あなただけではありません。各村人への食料供給を最大化するには各漁師が1日に1匹だけ取るのです。こうすれば数学的にうまくいきます。もし各村人が魚1匹を取れば、翌日には魚は8匹になります。一組の魚が小魚1匹を産み、次の日には12匹になり、池は元通り魚が補充されます。誰かが1匹以上取れば繁殖ペアの数は減少し、魚の数が回復することはありません。結局池に魚はいなくなってしまい、4人の飢えた村人たちが残るのです。この魚が住む池はコモンズの悲劇と呼ばれる古典的問題の一例です。経済学者ウィリアム・フォースター・ロイドが1833年に村の共有地における牛の過放牧について論じています。100年以上後に環境学者のギャレット・ハーディンがその概念を復活させ、限りある資源を多くの個人で共有するとどうなるか説明しました。例えば放牧地や漁業水域、居住地、正常な空気に至るまでです。ハーディンは短期的な自己利益のために公益を犠牲にすると主張しました。万民にとって悪い結末、過放牧や魚の乱獲、人口過剰、汚染、その他の社会環境問題になるのです。コモンズの悲劇の重要な特徴は、個人が利益を得る一方でより大きな集団に対して悪影響を及ぼすことです。ではもう一度養魚地に戻りましょう。個々の漁師が自分のために多くの魚を取ろうとしたとしましょう。一方で魚の繁殖の減少も村全体で分け合うことになります。隣人に取り分を奪われないように、漁師は余分に魚を取ることが最優先だと考え、1匹、2匹、3匹と余分に取ります。残念ながら他の漁師たちも同じ結論に達します。それが悲劇なのです。自分にとっての短期的な最適化は、長期的には誰にとっても最適にはなりません。これは単純化された例ですが、コモンズの悲劇は日常生活の複雑なシステムにも見られます。抗生物質の過剰使用は短期的には家畜生産や一般的な病気の治療に利益をもたらしましたが、抗生物質への耐性を持つバクテリアの進化も引き起こし、これが全人口を脅かします。石炭火力発電所は消費者に安価な電力を供給し、所有者に利益をもたらします。この局所的な利益は短期的には役立ちますが、石炭の採掘や燃焼による汚染は大気全体に広がり、何千年も残り続けるのです。例は他にも、ゴミのポイ捨て、水不足、森林破壊、交通渋滞、ペットボトル水の購入などもあります。しかし人間の文明には優れたことを実現する力があるのです。社会契約を結び、共同社会での協定を作り、政府を選挙で決め、法律を可決します。どれも個人の衝動的な行動から集団を守るためのものです。簡単ではありませんし、ほとんどの場合うまくいかないかもしれません。人類が最善を尽くすことで、これらの問題を解決できることを示し、これからも解決していきます。ハーディンの教えを忘れなければ、コモンズの悲劇が当てはまるときは、私たち全体にとって良いことが個人にとっても良いことなのです。学習を続ける準備はできていますか？このビデオを見て、あなたが知っていると思うことにチャレンジするのもよし、知らないことについてもっと学習するのもよし。定期購読して好奇心を保ちましょう。